マテリアルズ愛。これ沖縄に生息するヤシガニです。強力なハサミを武器に硬いヤシの実を砕き食べていきます。ライオンの噛む力に匹敵するパワーを持つハサミ。このヤシガニを徹底的に分析し、これまでなかった材料を作る手がかりを見つけようとニムスは取り組んでいます。ニムスでしかできない解析技術と目の付けどころが風変わりな研究者の視点によって、螺旋状の驚くべき骨格、日本刀そっくりな二重構造など、ヤシガニの抜きんでた体の構造が次々と分かってきました。材料研究者がヤシガニに出会い、生物学者とは全く異なる手法で謎を解いてきた今日までの軌跡を追います。ヤシガニ、皆さん見たことないですよね。硬いココナッツを割るほどのパワーを持つヤシガニなんですが、どのくらい強いのか挟む力を測ってみると、体重2キロのヤシガニでおよそ180キロ。この怪力を見て皆さんが疑問に思うことは何でしょう。おそらくすごい力が出せる秘密を知りたいと思いますよね。しかしニムスには全く異なる点に注目した変な研究者がいます。井上忠信、金属材料の研究者です。ハサミを見て井上が思ったのは、これほど強力な力で物を挟んでヤシガニのハサミはなぜ壊れないのか。井上は沖縄からヤシガニを取り寄せ、生物学者ではなく材料研究者としての目でヤシガニを調べ始めました。ハサミを形作る殻の硬さを計測します。材料研究では一定の力でダイヤモンドを食い込ませ、どのくらいの大きさの傷がつくかによって硬さを判定します。ヤシガニのハサミの殻はどれほど硬いのか、食い込み跡の大きさから強さを求めると 250HV という値、実は硬い鋼鉄と同じでとてつもない硬さなんです。硬い材料はその分変形に弱く脆いというのが材料の常識です。ではなぜヤシガニのハサミは強力な力がかかっても割れないのか。井上が注目したのは組織の構造でした。金属を拡大するとこの通り結晶が組み合わさって組織立っています。この微小な構造によって硬さが変わるんです。例えば細かい結晶が多い鉄は硬い、一方同じ鉄でも大粒の結晶だと柔らかい性質になります。果たしてヤシガニのハサミはどんな組織なのか。小さく切ったハサミの殻を PFIBSEM というニムスが開発した分析装置で見てみます。この装置、写真を撮るごとに表面を薄く削り、さらに写真を撮るという繰り返しで組織の立体図を作ることができます。ヤシガニの組織は薄い板状の物質がねじれながら重なっています。1枚の厚さは約 2.5 マイクロメートル、それが100枚、少しずつねじれながら重なっていました。この構造、木の繊維の方向をずらして重ね、壊れにくくするベニヤ合板と同じです。今まで見たことのない組織構造だったんで、これ自身がやっぱり強靭化のヒントになるかもしれないと。向きの違う層を重ねることで強度を増す材料を作ることができるのか。実は井上は組織構造を変え、硬くても割れずに粘り強い材料を開発する研究を20年間続けてきました。2008年には金属の組織を細長くすることで割れても一気に破断しない、まるで竹のような金属の作成にも成功し注目を集めました。しかし満足しない井上は、既存の材料の延長ではない革新的な強さの材料を開発するため、材料研究以外の世界にヒントを探し続け、出会ったのがヤシガニだったのです。確かに挟む力はすごいんですけど、なんで挟んだのにこのハサミ壊れないんだろうという方向にですね、私の視点が入ってて、であればこのハサミの内部構造をちょっと調べたいなと。こうして突き止めたのがヤシガニの殻に潜む螺旋構造だったんです。実は井上がヤシガニを観察した時、もう一つ重要なことに気づいていました。ヤシガニの殻、三層構造になっていたんです。硬い外側の殻の下に比較的柔らかく柔軟性のある層がついていました。これは日本刀に見られる構造です。日本刀同士がぶつかっても割れないよう、柔らかい芯の上に硬い鉄で刃をつける、
ヤシガニのハサミも同様になっていました。その中で井上が特に注目したのは、この性質の違う2つの間にある中間層です。硬さがあまりに異なる層を重ねると、通常は境目から割れる現象が頻繁に見られます。ヤシガニが持つこの中間層の構造や性質を解明することで、次元の異なる材料開発のヒントを井上は手に入れようとしています。かなりワクワク感が出てきて、もっとちょっと追求してみて、実際にどういうふうにこれがなってるかっていうのを、今のある科学技術でちょっと調べてみて、でそれによってこれを何か新しいものづくりに生かせないかなっていうのはずっと考えています。